佐藤式リンパケア考案者の佐藤です。今日はですね、老化を加速させる皆さんが結構使ってるある液体についてお伝えしたいと思います。怖いですね、そんなのがある。そうですね、結構薬局行くと必ず売ってるし、結構使ってる人がいるので、これやめてねっていうふうに僕は思うんですけども、どうなのかなっていうところです。ちなみにそれどんな悪影響があるんですか、使ってる人って。とにかく口内フローラが荒れるっていうのが一番ですね、口の中の細菌層が荒れてしまうという感じになります。口の中の細菌層が荒れるとどんな悪影響？慢性炎症が多くの病気の原因になっています。その慢性炎症を引き起こすのは消化器系の炎症になるんですけども、その炎症はどこから始まっているかというと、口の中からお尻の中までなので、だいたい口、鼻と腸になるんですけども、その口に化学物質が入ってきたりすることによって、よりそれが起こっているということがありますので、結構大きな問題かなと思ってます。じゃあ内臓が要は炎症しちゃって病気になったりとか癌になったりとか、そのリスクが上がる、リスク高くなるし、ガサガサになっちゃう。答え言っちゃうと、マウスウォッシュです。特に刺激性の強いものです。アルコール性とかそういったものですね、消毒剤系が入っているマウスウォッシュ、特に胃感染性ですね、すごく感染しやすい方で病院に処方されてるイソジンなんかは置いといて、ただそれもですね、ちゃんと口ゆすいでいただきたいっていう話になるんですけども、僕も口腔外科で外科にいたので、手洗いとか昔はイソジンでガーってやってたんですけども、肌ボロッボロになるんですよ。これはなぜかという話になると思うんですけども、皮膚はなんでしっとりするのかって話になるんですけども、これ地球と一緒なんですよ、山と一緒なんですよ。山と一緒。なんで山が潤うかですよね、湿度に。当たり前、砂漠と普通の山森との違いって言ったら、植物が生えてるかどうかなんですよ、はい、要するに木がたくさん生えてる、それがいい状態で、雑草が生えるからって言ってわーっと除草剤撒いちゃったら、そこは土が砂漠みたいになっちゃう、はい、確かに。要するに死んじゃうんですよ、うん、我々も一緒なんですけども、コロナで一生懸命みんな手洗いをめちゃくちゃやってた人、あれこれバン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 やったら手ガサガサになったじゃないですか、うん、あれはなんで起こってるかっていうと、これね、アトピーなんかも黄色ブドウ球菌っていう悪玉菌が悪さをしてアトピーになってるとか言ってる人がいるんですけども、うん、そうじゃなくって、じゃあなぜ皮膚がガサガサになるかっていうと、ここにね、お花畑がない状態になる。お花畑を育てたいわけですよ。お花畑を育てると、ここはしっとりする。そのお花畑って何なの？これは表皮ブドウ球菌。あ、菌なんですね。表皮ブドウ球菌って言って、フローラっていうのはフラワーから来てるんですね。ああ、お花畑。菌層って言って、いろんな菌があります。うん、このフローラが、表皮ブドウ球菌があると、その反応で、悪玉菌と善玉菌って言うんですけども、表皮ブドウ球菌があるんですけども、この悪玉菌が黄色ブドウ球菌として、少ない勢力だと、こっちの表皮ブドウ球菌ですね。これはみんな同じようなものなんですけども、これが優勢になると、ここの悪玉菌もいていいという話です。割合が高い。だから要するに、お花畑が雑草が少なければ天然のお花畑になりますから、その雑草を取ろうとして消毒薬をザーッとやっちゃうと、お花畑枯れてしまってカサカサの土になってしまう。森も全部枯れちゃうって話になりますので、すごく大切なのは、いい菌が口の中にいっぱいある、皮膚の上にいっぱいあるっていうことが一番理想であって、皆さんの言う清潔っていうのは、除菌された状態が清潔ではなくって、山とかお花畑とか、もしくは水がサラサラ流れてるところの水苔とか水草っていうものが本当に我々にとって潤いなんであって、だから悪いところもあることによって、この皮膚っていうのは脂脂油を出すのはどうしてかっていうと、フローラのいい刺激があって油と湿度を十分に出してくれる、それを消毒してしまうとガサガサになってしまうということですね。だから我々もお風呂に入ると 90% 以上の表皮ブドウ球菌はなくなっちゃうんですね、なくなっちゃうんですけども、残ったものはまたバーって広がってって、私たちが体がしっとりできるって話なので、善玉菌をいかに増やすかってことがすごく大切であって、悪玉菌を取るかよりも善玉菌を増やす必要がある。ところが皆さん、マウスウォッシュで口の中消毒してしまったら、口の中は砂漠になってしまいますよって話なんですよ。全部のいい菌、悪い菌も全部死んじゃうってことですね。そう、菌が全部死んじゃって、その後に何が生えるかって話ですよ。何ですか？わかりますか？雑草が生えてくるんです。
わかりますか？お花畑に消毒薬を撒いちゃったらさ、うん、後から雑草しか生えなくなって、確かに、うん、お花畑は綺麗にするっていうのは物理的に綺麗にすることがすごく大切であって、トイレだってそうじゃないですか。トイレのうんこついてるのに上からね消毒薬出したところで表面しか消毒できませんよ、うん、表面をざっと消毒することは大切なのではなくって、機械的に口の中を、特に歯ですね、歯に汚れがいっぱいつきますから歯の汚れを取って、そしてもしもうがい薬どうしても使いたい人はよくゆすいでください。水で消毒した後は必ず水でゆする、それが鉄則です。使わない方がいいぐらいですね。皆さんも実際に手を洗ってよくすすいで、傷口もそうですよ。傷口は消毒しちゃいけないというのはご存知かな？多分みんな知らない。知らないです。半分以上の人は知ってると思うんですけど、傷口消毒しちゃいけないっていうのは最近の話なんですけども、消毒すると皮膚が死んでしまう。で、悪玉菌、善玉菌も全部死んでしまいますから良くないんです。だから消毒するには後に残らないようなものがいいんですけども、まあもしもイソジンとかで消毒するんだったら残っちゃいますから、よく洗い流す必要があります。よく洗い流して清潔な布でそこを押さえるようにして、拭かないようにして押さえるようにして、押さえてると血は止まりますので、そこにテープなんか貼るっていう形になりますし、オキシドールみたいなものが消毒がなくなりますので効果がなくなっていくので、オキシドールの中で消毒してもらうっていうのはまあまあいいかなっていう。普通は水で流すだけで清潔にしているっていうことは、消毒しないで清潔にするっていうのは最高の状態であって、口の中もとにかくきれいにしていただくってことはすごく大切なんですけども、消毒っていうのはすごく反対でございます。口も同じですね。そうですよ。だってお腹の中にさ、消毒するって言ってさ、アルコールお酒飲む人は別でですね、皮膚がヒリヒリするようなものっていうのはやっぱり良くないし、腸もそうですしっていう話になります。だから皆さんは普通にうがいするんだったら普通の水でうがいしてくださいっていうことと、あと歯だけきれいに磨いていただければ結構ですということです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。今日の動画ね、良かったなと思ったら高評価ボタン、質問とか感想とかありましたらコメント欄の方によろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。